第62回全日本実業団対抗駅伝競争大会が今回もこの群馬の地で開催できます。そうですね、まあ、こういったところがうちの、まあ、いいところでもあり、はい、まあ、はい、堤キャプテンを中心にですね、まあ、落ち着いて明日当日迎えたらなというふうに思っております、はい、強い選手が多いですが、まあ、自分の走りをしたいと思います、はい、予選会終わったら今ラスト1ヶ月は練習頑張りました。明日も最後だから最後まで頑張ります、まあ、やるだけのことをやるだけなので、まあ、特に緊張感もないですし、まあ、本当挑戦者という立場で本当前向きにも全力で挑もうかなという気持ちです。そうですね、4区は基本追い風なんですけども、最後向かい風になるってそこで結構タイムロスが出てくるので、そこでロスしないようにとは考えてます、はい、そうですね、せっかく今まで駅伝何回か走ってきましたけど、もうフレッシュな気持ちで一つでも前を目指して頑張ろうと思ってます。向かい風です、はい、走っている間ずっと向かい風ですね。まあ対策というのはあれですね、寒さ対策だけはしっかり、はい、しようと思います。本当にまあ、アップ前とかですね、ああいう時にしっかり体を温めて、はい、とにかく体冷やさないようにだけして、はい、走ろう。もうやれることはやったんで、あとは実力を出すだけなんで頑張っていきます。はい、まあ、レベルが高い大会なので順位はあまり狙えないとは思うんですけど、最後まで全力を尽くすところを見て少しでも地域に力を与えれればなと思って走ります。結構どうですかね、コース的にはそこまで、まあ、5区とか6区に比べたらアップダウンもないし、走りやすいコースなのかなとは思うんですけど、まあ、あとは本当前半こう 1,2,3,4,5,6 とつないできたタスキを本当ゴールまで無事に運ぶのが自分の仕事かなと思っているので、皆さん良いお年を迎えください。明日また県庁でお会いしましょう。頑張るぞ。